って、そのに液体が溜まってたじゃないですか。でちょっと減ったんですよ。なくなりはしないけど。で、まあ、ちょっと投薬して、ちょっと発揮をされる薬を前もってやっといて、それで少しだけ 0.2cc かな、誘導食やって、やったなと思ったけど、吐かなかった。ただ、なかなか流れていかない。2時間経ってからまたその海だけど、また、まあ、その出が流れてないのか、それともその脳に炎症があるから、その炎症産物の液が溜まってるのかもしれないんですけどね。だから、またさっき吐かなかった、その前が吐かなかったから 0.2 だけど、適正飲料で食べない量でもうちょっと 0.5 から1ぐらい入れるんですよ。最初からそんな多い量は入れないんだけど、だんだんに増やして、これまだ自分では全然食べれない。危ないですね。だからレントゲンも取ろうかなと思ったんですけど、ちょっと取ってないですね。それから今ここでさ、温めてるんだけど、ちょっと温め方が足りないから、ちょっともう一個あるんですよ、うち部屋がね。はい、そこだともっと確実温度上げられるから、そこに移して33から35ぐらいまで上げさせてもらいます。うん、ちょっとあっちに移ると少し料金がプラス1000円ぐらいかかっちゃうんだけど。お話ししてあるの？明日ある？うん、じゃあもう IC に変えよう。もしエアコン止めて、で33で30度、35にしていいよ。35、うん、で30度超えたらさ言って、そっちに移すから。はい、じゃあまあそれまではちょっとこちらで面会。まあでも、まあでもまだ危ないな、吐かないと。吐くのはとりあえず止まってるけど、気分が悪いからやっぱり上に止まる時もあるけど、下に降りてる時間のが長いですもんね。まあ、といってそういうところに降りてると良くないですよね。